はいどうも開会管理人です韓国では2019年7月に日本の輸出管理強化に伴う日本不買運動が起きてそれ以降日本旅行の需要は低下して2020年からは新型コロナの影響で今日本に来る韓国人はほぼいませんけどその前までは韓国では日本旅行はある種のブームだったんですよね。 2018年には過去最多の年間750万人の韓国人が日本を訪れて全体の訪日観光客の約25%が韓国人観光客だったんですよ反日国家なのになぜ日本旅行って思うかもしれませんけど当時の韓国人の思考は歴史問題と文化は別であると歴史問題においては日本のことは嫌いだけど文化は別だっていう考え方が一般的でそれをひっくるめて日本を嫌いっていう人はおかしい人っていうふうに見られてたんですよね だから当時はテレビをつければ芸能人が日本の観光スポットを回って日本の食を楽しむ番組が毎日のように放送されてましたしネット掲示板でも日本旅行記がたくさん投稿されて日本のどこが良かったとか何が美味しかったとかそういう話題で盛り上がってました僕がよく翻訳する韓国のネットコミュニティサイトイルベでも毎日のように日本旅行記が投稿されてあまりにも投稿されすぎるので日本に行ったことがない人でも道頓堀のその角を曲がればどんな店があるかもわかるくらいそんな レベルで日本旅行の話題でいっぱいだったんですよね僕はこういう韓国人の旅行記をこの9年間の間に200本以上書いてきたので韓国人がなぜ日本に来るのか日本のどこに魅力を感じているのかっていうことが自然と分かってきてそういうのを見ると日本人も知らなかった日本の魅力みたいなものが見えてきて結構面白いんですよね今回の動画は韓国人にとっての日本旅行とは何なのか韓国人は日本のどこに魅力を感じているのかということをテーマにお話ししていきたいと思います まず韓国人はなぜ海外旅行先として日本を選ぶのかっていうとまずこの大前提になっているのが治安と衛生状態なんですよね韓国は中国とも距離が近いんですけど衛生状態に懸念を持っている人が多いんですよまあ距離はちょっと離れますけど東南アジアも比較的近いですけどここは衛生状態もそうですけど治安が懸念されてんですよね そういう意味で日本は治安も良くて食べ物も衛生的で旅費的にも安いのでコストパフォーマンスが高いと認識されてんですよ。まあ、実際にそうだと思いますけどただそれでも日本も海外ですから心配事もあるわけですよ。中でも特に日本に行ったことがない韓国人が心配することはこれも2つなんですけど1つは費用ともう1つは言語の問題なんですよ。 日本に来る韓国人って結構若い人が多いので、軍隊に行く前に日本旅行に行くケースも多いんですよ。だから基本的にそんなにお金がないんで、どの程度旅費がかかるのかを気にする韓国人が多いんですよね。これに対しては大体、飛行機代、宿泊費、食事代、すべて含めて3泊4日で10万円もあれば普通に旅行できるよっていう回答が当時は多かったですね。あと言語の問題ですね。 日本旅行関連の記事が上がると、俺はまだ日本に行ったことがないんだけど、日本語が全く喋れなくても日本旅行できんのという質問が必ず一つは書き込まれます。まあこれに対する回答は、韓国人がよく行くところは、韓国語も書いてあるから大丈夫だよとか、片言の英語でも大丈夫だよとか、とにかく日本人は親切だから、道がわからなくなったりしたら尋ねたら、言葉が通じなくても教えてくれるよみたいな意見が多かったですね。ちなみにこれ逆も同じなんですけど、韓国人も外国人観光客には非常に親切で、道を 尋ねれれればば言葉がかからなくくてても写真とか見せれば教えてくれたりしますただ店とかタクシーはぼったくりがあるので注意が必要ですけどねそうやって韓国人は日本によく来るんですけどどこに行くかっていうとこれも大体決まってるんですよ東京、京大阪、京都、奈良、福岡、北海道、沖縄って感じですで、そういうところには行き尽くしてもっと別の日本が知りたいっていう人がその他の地方に行ったりするんですよね初の日本旅行で鳥取とか福井に行く人っていうのはほぼ見たことないですね。 仕事のの出張の場合は別ですけど、旅行であれば最初はやっぱり東京大阪京都福岡この4つですね次に沖縄北海道でその他の地方に流れていくっていう感じですね、まあ、それぞれの場所に対する韓国人のイメージとしては東京は例えばお台場なんかは綺麗な道路整った街 素晴らしい夜景。先進国日本を象徴する場所として人気が非常に高いです。また美味しい寿司とかラーメンとかも無難に楽しめる場所と認識されてます。大阪は USJ とか梅田スカイビルとか大阪そのものの観光もそうなんですけど、とにかく美味しい食べ物がたくさんあるっていうイメージが強くて、あと京都や奈良に行く拠点にもできるっていうことで韓国人に非常に人気が高い地域です。ただ非常に人気が高いだけに韓国人があまりにも多すぎて日本に来たっていう感じがあまりしないっていう声もあります。 韓国の人がよく言うのは、せっかく日本旅行に来たのに、韓国人に会いたくねえよってことなんですよ。それなのに、大阪にはたくさんいる。道頓堀で耳を澄ませば韓国語が聞こえてくると。そういう部分で若干不満に思っている人もいるようです。今はコロナでいないですけどね。 京都なら、特に京都は韓国人に非常に満足度が高いところです。韓国にはあまりない古き良きという感覚を大切にする場所であって、韓国人が想像する日本の歴史とか街とかを堪能できる場所として、行ったみんな良かったって言うし、日本に初めて行くならどこがいいっていう質問があれば、絶対京都行った方がいいよと、勧める韓国人も非常に多いです。満足度だけで言ったら、日本の観光地の中で最も韓国人の満足度が高い地域は京都だと思います。 ま、福岡は食と観光を楽しめるだけではなく、近くに湯布院っていう温泉もあって、癒しの場所、ヒーリングスポットとして人気が高いです。ちなみにこの湯布院なんですけど、韓国人が日本のことで勘違いしているベスト3に入るのがこの湯布院なんですけど、韓国人は湯布院は福岡にあると思っている人が大半なんですよ。大分県ですよ。ま、あそれはいいんですけど、あと、福岡は韓国から非常に距離が近いので、例えば、 プサンとその周辺在住の人限定になっちゃうんですけど、船を利用すれば非常に安い値段で日本に来れるんですよね。これまで僕が見てきた最安値の日本旅行は総額6万1000ウォン、日本円で5800円で福岡旅行を楽しんだっていう人がいます。まあ、この人の場合、船代で5万2000ウォン払ってるんですけど、これ時期によっては3万9000ウォンというのもあるので、やろうと思えばさらに安く日本旅行できると思います。まあ旅行ぐらい金使えようって思いますけどね。 北海道と沖縄に行く韓国人も結構多くて、食と観光はもちろんですけど、韓国にはない気候と風景を楽しめる場所として人気が高いです。北海道は韓国で大ヒットした日本映画、ラブレターの舞台になった場所で、その映画のゆかりの地を回るというのも一つの観光になってます。 こうやって日本のあらゆる場所で、その地域の特徴を楽しみながら旅行する韓国人を見ていると、まあ日本はつくづく多彩な国だなと感じます。それは各地域の文化だけではなく、気候や風景もそれぞれに違いがあり、確一的ではないっていうところが、また日本の魅力なんだなと改めて感じさせられます。じゃあ具体的に、日本に来た韓国人はどう過ごすのか、どう旅行を楽しむのかというと、まず食べ物。韓国人は基本的にあまりお金を使わないです。 せっかく旅行に来たんだから、贅沢して高級料理店で食べようと、そういう人もいますけど、大半は大衆食堂で食事を済ます場合が多いです。ラーメン、回転寿司、牛丼なんかが特に人気ですね。またコンビニの食べ物も人気で、特にパンとかスイーツですね。 日本にいるとそれが当たり前になってしまってますけど日本のコンビニのパンとかスイーツって相当美味しいらしいですよ韓国のパン専門店で食べるパンよりも日本のコンビニパンの方がうまいとまで言われてましたし日本はパン大国とままで言われてました。だから2018年以降になるとそういう評判を聞いた韓国のコンビニが日本のコンビニのパンとかスイーツを模した商品を販売し始めたりして。 例えばローソンのモチロールなんかも同じような商品が2019年に GS25 っていうコンビニから販売されたりしてます観光については通常の観光スポットを回ることは基本ですけどそれ以外にもこれ不思議に思うかもしれないですけど韓国人的にはただ街を歩いている日本人を眺めるということだけでも旅行の一つの楽しみになっている部分もあるんですよね 日本旅行記を翻訳してると観光地よりも人を見てる方が楽しかったっていう意見をよく見かけたりしました。だから渋谷のスクランブル交差点が眺められるスタバ渋谷ツタヤ店の窓際の席は一つの観光スポットになってるんですよ。まあここの場合は世界一の人通りが見れる場所っていうこともあるので必ずしも日本人見物が目的というわけではないと思いますけどね。あと韓国は自転車文化がないので自転車を生活の足にしている日本人を見ると珍しく思ったりするんですよね。 もちろん韓国人も趣味の範囲で自転車に乗ったりしますけど生活の足にはなってないんですよ。それは韓国には山が多くて坂が多いからとか冬が寒すぎるとかそもそも乗る人がいないから駐輪場がないとかまあ理由はいろいろあるんですけど韓国自体が自動車中心の社会になってしまっているので今ら自転車文化に切り替えられないいっていうところがあるん,だ,と思うんですよ、ね、だから韓国人にとっては日本の駐輪場とかも一つの異文化で珍しい空間なんですよ。 あとこれは日本人もよくする人が多いと思うんですけど、アニメとかドラマの聖地を巡る韓国人も結構多いです。一番有名なのは韓国でも人気の高いスラムダンク。そのオープニングに出てくる江ノ電の踏切のシーン、鎌倉高校前の踏切ですけど、ここも人気の観光スポットになってんですよね。僕はここの風景を撮った写真は韓国の掲示板でマジで100回は見てると思います。 あと、孤独のグルメの聖地巡礼をたくさんする人もいて、孤独のグルメは韓国でも放送されて、今はわかりませんけど、当時は結構な人気があったんですよね。2018年にはソウルドラマアワードっていう賞も受賞してました。ゴローさんの、俺はまるで人間火力発電所だっていうセリフは、韓国の掲示板でも名言としてよく使われていました。 そんな日本のあらゆるところに行き、あらゆるものを楽しむ韓国人ですけど、やっぱり場所によってはがっかりだよとか、全然つまらなかったとかの意見もあるんですよ。そんな中でも、そういう否定的な意見が少ない場所、満足度が高いスポットっていうのがあるんですけど、その3つを紹介してみたいと思います。人気の場所じゃないですよ。満足度が高い場所です。1つは、さっきも話した京都です。やっぱり、日本旅行は京都なんですよ。 最も日本を感じられるところであり韓国人がイメージする日本はなんだかんだ京都にあるんですよもう一つは東京都庁の展望台ですいきなり規模が小さくなったなと思うかもしれないですけどここはマジで韓国人の評価が高いですまあ韓国人がよく日本を羨むものの一つとして関東平野っていうのがあるんですけど韓国は山が多くて首都ソウルにも結構山があるんですよもちろんね韓国にも平野はあるんですけど 朝鮮半島西側の全裸ド、チョルラドの方に行くとホナム平野っていう朝鮮半島最大の平野もあるんですけどその大きさは関東平野の3分の1程度しかないんですよねだから広大な平野に対する憧れみたいなものがあるんですよ。都庁の展望台はその関東平野を一望できる上に首都東京の派手な夜景も見れるっていう意味で人気が高いんですよそして何よりも料金がタダなんですよ 無料で日本の首都東京、関東平野を一望できるっていう意味でかなり満足度が高いです。ただ僕がこれまで9年間韓国人の反応を翻訳してきて感じた京都や都庁の展望台よりも韓国人の満足度が高い観光スポットはビール工場なんですよ。これビールを飲む人限定になっちゃうんですけどビール工場はマジで行った人の10人中10人は良かったって言いますね。まあビール工場の見学の内容はよくわかりませんけど 見学終了後に提供される生ビールが格別にうまいと評判です。そして、都庁の展望台と同じなんですけど、ビール工場によっては、見学から最後の試飲まで無料。かかっても数百円っていうね、圧倒的なコストパフォーマンスがあります。ただ試飲には時間制限があって、飲める量も基本ビール3杯までなんですけど、4杯目もいけるぞとか、頼んだら出てきたぞみたいな裏情報も結構出回ってます。どんだけ癒やしいんだって感じですけどね。 まあ、韓国人ってコスパがいいのすごく好きで得をしたっていう感覚ですよねこれをすごく重要視してんですよだから逆の場合損をしたとか外国では安く売ってるのに韓国だけ高く売ってるとか自分たちはよくぼったくるくせにそういうことをされるのをすごく嫌うんですよそんな韓国人ですけどコロナで日本旅行ができなくなってからもうすぐ2年が経とうとしてますまあコロナが落ち着いて日本旅行が解禁になったらドカンと来るのかそれともノージャパン運動の余波を引きずってあまり来る人はいないのか まあどうなるかはわかりませんけどね。まあ今日はこんな感じで以上となります。それではまた、チャンネル登録もよろしくお願いします。